では襟輪付き目違い鎌継ぎの墨付けをしていきます。では目義の墨付けをしていきます。まず胴付きの線ですね、はい。そこから、75と150はい、で芯を描きます。あ、52.5 ですね、52.5 はい、で芯を描きます。この芯に差し金を合わせて30の幅の線を引きます。でこの時この最初に引いた胴付きの線より伸ばしてください。反対側もですね、伸ばします。で、あ、もう一個この左右にまたもう一枚金一枚分線を引きます。はい、で、ここに当ててこうですね。でここが、細野みたいな風にとんがる部分になります。あとはまたこの交点ですね、この交点にこのように斜めに当てて、頭の墨を描きます。はい、そして滑り勾配の、5ミリですね、この75の時の線から5ミリの線を、引きます。でこれが滑り勾配ですね。90度回してこちらですね、まあ、先にこれが半分よりちょっと下まで、で15ミリずらして上半分から下までですね、上から50ミリ上から50ミリはい、で回してこっち側も、上から半分よりちょっと下までと、そこから15ミリこうですね、で上から50ミリ上から50ミリこれを結びます。で下場ですね、下場この辺りですね、だいたい芯を描きます。104なので52、ちょっと下細くなってるんですね、52、まあ、乾燥でちょっと木が真四角じゃない感じですね、はい。でこの下の線結ぶんですが、真ん中15ミリずつぐらい開けてください、はい、こういう感じですね。ここに先ほど描いた芯に合わせて、15ミリとで先ほどのところに合わせてこうと、はい、こういうふうになります。穴に合わせて、あとここが穴になって、ここも穴ですよと、はい、という形になります。目義の墨付けは以上になります。続いて扇の方を描いていきます。鎌の頭の線描いちゃいますね、はい。で次に、75と0ですね、はい、はい、で芯ですね、芯を描きます。はい、でこの芯から15ミリずつのことですね。これ今度またこの、胴付きの線よりこっち側に伸ばしておいてください、はい。で反対側も同様に、少し伸ばしてあげてください。また今度金1枚外側に書いて、こっち側も金1枚ですね、外側にこの胴付きの墨に合わせて、15ミリこのようになります。これが、反対なので穴になるという感じですね。ここが穴になる感じですね。鎌の頭を描くので交点ですね、この交点
を、斜めに差し金を当てて、はい、反対側も同じように、はい、あと滑り勾配ですね。この75のところの積みから、釜の頭に向かって5ミリの滑り勾配を書きます、はい、で90度回します、このここですね、胴付きの墨を下まで、上から半分より下までですね、いただきます。で、先端の方も、下まで下げます。で次にこの滑り勾配の5ミリの方ですね、5ミリの方を、50ミリ前後のところにちょっと印を書きます、はい、で上から50、上から50ですね。はい、でこの斜めの滑り勾配を書きます。75の線と上から50、5ミリずらした線を結ぶという感じですね。はい、このようになります。であともう一回ここの胴付きですね、胴付きの墨を、はい、ちょっとこれ前後しちゃいましたね、順番が、はい、緊張してください。はい、でこれで90度回して、180度回して、でまず根元で、こちらも半分から下と滑り勾配の、75から5ミリいった線ですね、それを、大体50ぐらいのところに書きます。で頭の隅を書きます。で上から50、上から50、はい、で、この滑り勾配の75ミリから5ミリいった線ですね、これと、75ミリの線を斜めに、結びます。裏側ですね。裏側またこの2つの線を結びます。はい。で、これ真ん中の部分だけちょっと書かないようにしてください。で、芯ですね。52ミリ、これも104なので52ミリと。はい。あ、目違いになるんで出っ張るからこっちか。でこれが出っ張りますと、墨付けをするとこのようになりますね、はい、こっち側がオスですね。でこっち側がメスです。メスの方がここ保存になっていて、オスの方はここが穴になっていると。でここがここに入ってくると。あと裏側の、目違いが、目義が、この胴付きから15ミリの30の保存が内側に入っていて、奥義の方は、30の15ミリの突起が出っ張ってくると、こういう感じですね。